い話。2番が、恥ずかしい話。3番が、一発ギャグ。4番が細かすぎて、伝わらないモノマネ。ということで、やりたいと思うんですけれども、じゃあ、ルーレット、スタート!個人的には、細かすぎて伝わらないものまで4番が来てほしいの。4番、4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 、
あ、やばい、めっちゃ疲れた。汗がダクダク。最近、私、ここ1週間くらい、なんか、1週間じゃ、1ヶ月くらい、なんか太ったなと思って、密かに、携帯にさ、よくさ、ダイエットアプリってあんじゃん。あのダイエットアプリを1ヶ月前くらいに入れたんですよ、実は。そう。で、まあ、やり方はすごい簡単で、毎日体重計に乗って、その体重を記入するっていう。そう。もうすごい簡単なので、自分がどれぐらい太りましたよ、どのぐらい食べましたよっていうのを、なんか自覚して、もうちょっとこう自分で調節していきましょうね、みたいな。よくあるやつを、私ね、携帯に入れたわけよ。で、毎日毎日はちょっとさすがに体重計乗んないから、もうまあ、数日に一回はまあ乗るわけよ。で、記入するわけよ。毎日ね、頑張って記入して、乗った日は毎日記入してるわけ。でね、ここもう、一ヶ月、まあ記入しましたけど、マジで、体重が、全然、変わんないの。体重が、これ、もう、書く意味ある？これ、記入する意味あるってくらい、1キロ単位の1キロ未満をずっとこう、ジグザグジグザグして、早1ヶ月、ずっと 44.5 から抜け出すことができないっていう、もうむしろもう 44.5 行くくらいだったら、もう、いや、ごめん。携帯が倒れました。もう 44.5 って言われるくらいだったら、もうむしろ、もう、太った方がもういいんじゃないかっていうレベルで、ちょっと頑張ってどうにか 44.5 脱却を目指してんだけども、ずーっとその1キロ単位のミリグラムをずーっと行き来してて、ダイエットアプリのグラフが、線グラフが一生ピーってまっすぐなんだよね。一生まっすぐなの。もうこれ書かない方がいいかな。もうそろそろさ、ダイエットっていう概念、諦めた方がいいのかな。